こんにちは、堀江由衣です。私堀江由衣はドイツのカッセルにて9月の6日から8日に開催される今日というイベントに参加させていただきます。はい、ドイツといえば私はですね、去年一昨年と、2回ほどドイツに行かせていただきまして、毎年何をしに行くかというとドイツのクリスマスマーケットに行って、クリスマスの飾りとか、を見たり屋台を見たりして、過ごさせていただいております。本当に飾りとかもどこのお祭りも可愛くてですね、街も可愛くて、そして人もすごく優しくしてくださいまして、本当にドイツは楽しい思い出しかありません。なのでね、きっとこの今日というイベントもきっと楽しいんじゃないかなと思っています。今日には初めて参加させていただくんですけれど、日本のコミックマーケットと同じようにボランティアの方たちがやられているイベントということで、お越しいただく皆さんと、そしてスタッフさんの熱量もすごくあるんじゃないかなと思って、それを感じさせていただくのが楽しみです。ぜひ皆さん遊びに来てください。堀江由衣でした。